でもそれも限度があるんだろうな。川棚温泉、いや泊まりはですね野宿したいんですけど、問題なさそうな野宿場所があんまり見つからなくて、川棚温泉のもう一つ北側の駅よりも、つまり川棚温泉より2つ以上北側、こっちから見て手前側の駅だったら本数がむちゃくちゃ少なくて利用も少ないと思うんで駅根もできると思うんですよ。川棚温泉まで行ってしまうとその駅まで戻るのに10キロ戻らなきゃいけない。それはな。新生活はじゃあ地方に行かれたってことかな。まあ公園があったら野宿させてもらえるかもしれないな。ただそういうのは本当に行ってみなきゃ分かんないですからね。福岡へは船で渡るの？福岡、そうですね、九州に船で渡りたいと思ってます。初めてフェリーではまだ一遍も渡ったことないので。おお、海右側なんですけどすごいですね。あれ、あっちに見えてるのは何ですかね。斜面にずっと畑が、綺麗。いや、近くは今回行かないつもりです。綺麗。スキツチョル、スキ通ってるということですね。向こうの島がまたいい感じですよ。こっちに見えてる斜面のあちこちが畑になってる。うん、宿泊は今日が最後です。3線路なんだ、なんだっけ、なんだっけ、ランナーは何スランプだ、バックスランプだ。まさか頭の中で今日常スランプって文字列が出てきたけど、どっから出てきた。綺麗ですね。彦島、この辺りですか。バックですね。あの島は竹島といえば高原さん、誰だっけ。こんな場所には駅根とか堂々と配信でやっていいのかっていうのはちょっと考えた方がいいのかもしれない。あ、写真は撮りまくってますよ。向こうの島は博多湾にある島です。あれ魚かな。あ、魚が動いてる。小さくて茶色い魚がいっぱいそこで泳いでる。オートキャンプ場があるね。あ、オートキャンプ場、あれ島じゃなくてあれは半島ですかね。で地図見ですぐわかる。あ、島だ。あ、いや泳ごうぜ。いや、あれ見て、我が領土竹島。ちょっと待って、これどっち向いてんだ。見る限り、あ、半島ですか。ちょっと待って、現在地これどこ。あ、縮尺が引きす、そうですね、あれがさっきの出っ張ってた、あ、向こうの見えてないあたりに湯屋島っていうのがあって、その先に田原島小さいのがあって、これがあれか、見えてるこの、これが湯屋湾なんですね。なるほど。うん、あの竹島じゃないです、どう考えても。ちょっとパノラマ撮らさせてください。パノラマ。飛び込み前転したくなるな。飛び込み前転。このパノラマつなぐ足がかりになるこういう手前の島とかを残しながら撮っていかなきゃいけない。ここは山口。わら。同じ地名って結構あるよね。あの地名ありますね。例えば私が住んでる横浜の中山っていう地名は全国どこでもあります。山口は日本国内です。いいですね。私は日本しか走ってないんですけどね。世界線、それで白いんですかね。あ、日に当たってじっとしてると暑いですが、今日風が強いから暑さは今あんまないです。ただ風に吹かれて少し涙が出てきて、それもすぐ乾いて目の端っこに塩ができてきました。目の縁がパリパリしてる。一応なんだよ、一応って。わら、あ、山口県のことか。
この放送はいつまで続くの？この放送は今日は多分夜までやるんじゃないかな。笑、水面が海っぽくない、うん、海っぽくないですか？さっき通った伊賀宮城は1日24日に24人ですか？厳しいな。今日もありがとうございますって何が？中山。ハンドルの中に釣り竿入ってなかった？ハンドルの中に釣り竿、私は入ってないです。猫じゃらしも入ってないです。なんかキャラが立つもの入れたいですけどね。旅行いいでしょう、いいでしょう。持って。一日ですよね。取り込むから水が澄む。なるほど。水自体が澄んでるってことなのか。そう、海底の色が白いから綺麗に見えるって意味じゃなくて。昼飯はどこで？途中で。昼飯はどっか12時ぐらいに通りかかった公園でタラコスパ作りたいなと思ってます。水はまたイロハス買ってきたんで。ん、前も何言ってた？鹿児島仙台、川内と書いて仙台。今何日だっけ？まだ長年ですかね。市の境目を通った記憶がないので、まあ、でも裏道行ってる間に通ってるかもしれないな。ね、綺麗ですね。まあ角島が楽しみです。コメントで角島推しがあまりにも多い。地元の食材ってことですかね。結局セブンのものしか食ってないです私は。セブンイレブンの食材しか。タラコスパなんでアレンジ難しいんですよね。あとは生野菜に買ってきたサラダかけるだ、あ、サラダじゃない、ドレッシングかけるだけ。何がリンゴ？玄界灘は、さっきみたいな海じゃないですね。ミルクライ、私はトイレの水でも大丈夫なんですが、トイレの水を使うとなるとコメントの反発も結構多くなってくるので、この旅行ではちょっとそこら辺りに気を使って、イロハスをわざわざ買ってます。1リットル178円もするやつを。さっき買ってきたのは500ミリリットル105円。それをなんとパスタの茹で汁に使うっていう。放送じゃなかったら絶対買ってないな。絶対どっかの水道で済ましてる。というか宿でついでくればよかったんだ。水をもらってくれば。あ、1リットルあります。刻み海苔は、あ、多分ついてると思います。リンゴ味、リンゴ、あ、あれか、あのイロハスのリンゴ味か。あ、この辺りですか。沖縄もなんかとんでもない色してますよね。関東ナンバーいるかな。あれなんて書いてあった。地区なんとか。地区下地の地区。いや、地区下地とか全国通じないか。名古屋だ、この人は。ここかな。山口、一人の水。筑波。下関。山口。あ、読めなかった。動体視力弱え。北九州、島根、山口。まあ大体山口が一番多いですね、やっぱり。山口県じゃなくて、あれ山口市の方ですよね。井戸水、そう、手洗いの水です。便から汲むわけじゃない。海水か、なんかそういうのあったな。大人ですから大丈夫ですよ。まあでもとりあえず今回イロハス買ってきたので、それ使って3つ目。そう、島根はもう脱出しました。そうか、島根だからこそ吉田ロイドとか買ってくるべきだったかもしれない。
島根にいる間だけあの読み上げを吉田君声にすればよかったかもしれない。でも確か2万近いしな。1万前半だったっけ、吉田ロイド。ニコ動とかで吉田ロイドの声を使った動画を見ると本当に自然に喋っててびっくりしますよ。あれだけ高いですよね、半径もので。半径ものっていうのかな、今は。あ、寝ました。コット駅は寝られますよね、多分。周りあんまり人いないし。コットまで12キロってことは、角島までもう10キロ切ってんのか。コット岩寄ろうと思ってます。コット駅、そう、絶対読めない。私もこの徳牛って、この徳牛って確か難読地名だったはず、難読駅名だったけど、何だったかなって覚えてませんでした。難読と分かってて、もう答え覚えてない。だって徳牛、ほっといて徳牛、どこも共通点ないじゃないですか。ん、何が何もない。おっと、じっとりさんに会える。じっとりさん今もう遥か彼方です。進行方向とは逆の。地名でもいるんでしょうね。逆にそういう難読を趣味にしてる人もいるんじゃないのかな。難読地名収集みたいな。吉田ライド動画見ました。自然ですよね。本当に吉田君が喋ってますよね。マジか。あ、手作りロールケーキ。仙台と書いて仙台ってどれ？そう、徳牛、間違えますよね。全過ぎて動画ですよね。大きな海、ソーシャルラブ地帯かな。地帯。おっと、おお、海岸だ。ん？っと、あ、少しやっぱ波が。準備？なんていうか、カラオケボックスの跡地みたいな、あれ、カラオケボックスの後、そういうホテルになったところじゃないかという。正解は、ヒヤコ、ヒヤコは、今の何の話ですかね。不得な人。うん、海岸でちょっとあれだと、風がもろに来るところだと、あの火が消えてしまいますね。今に負けてない長門市の海岸、名前はわからないが、うん、ここは名前ついてないのかな。 GPS 地図だとわからん。画面越し、GoPro だともうちょっとリアリティが、リアリティというか臨場感が。ゴンちゃんは、うん、結構でもコットイは読めないみたいですね。昼自炊するためにさっきあのタラコパスタ用のいろいろ買ってきました。タラコパスタと生野菜サラダ、あの128円のサラダ用野菜を買って、ドレッシング30円かなんかを買って、で、あの器に入れて安く済ませようという魂胆です。まあでもその分ゴミ増えてるけどな。どことは、まさに地中海、ロボさんの放送は面白いです。ありがとうございます。なんか今急に褒められたのが怪しんでしまうのはもうダメですね。すさんでますね、根元の方が。山陰本線の快速潮彩りは駅じゃないのに、停車して説明してくれる海岸。駅じゃないの、へー。あ、じゃあやっぱ観光に力入れてるんですね、その鉄道の方も。海広で海広って毒貝もあるんじゃなかったっけ。魚が好き、いや魚、私は釣りの趣味があんまなくて。ん、何か、お、うわ、山口、山口、でも本当綺麗ですね。最終は下関、明日午前中ぐらいに着きたいなと思ってます。下関のフェリー乗り場。ん、どこの河野港。河野港って、あの昨日は
昨日は、あれなんだっけな、福佐市と面白いです、2回言うな。下関市だ。壇ノ浦ってこっちの方でしたっけ。壇ノ浦って太平洋側じゃないんでしたっけ。苦しみの、ああでもなんかニコ生関係だと自転車っていうキーワードの人で、下の方、太平洋側ですよね、やっぱり。バリのトゲって、バリってなんだっけ、毒のある魚。壇ノ浦が噴石のどのあたりなんですかね。コマちゃん、スーさん、壇ノ浦といったら、そう、私は壇ノ浦レポートの方が、あのインパクトというか印象強いですね。水曜どうでしょうという番組で、連日あの深夜バスで夜明かす旅行その企画をやってて、壇ノ浦でもう限界になった出演者が、その本当に限界っていう様子を体現してみせたのが大受けしたんですよね。これで下関入り 40km、 一応これ市内ですね。あ、半田さんも釣りやるんでしたっけ。大阪の半田さん、半ちゃんですね。あ、そうそう、やられっぷりっていうキーワードも、あのどうでしょうファンではメジャーですね。脇道右左じゃなくて、これ今左入りたいなと思ったとこです。で、止まったとこです。ん、おじいちゃん、おじいさんがこれ左ですよね。おっと、滑走飛び、あれ誰がやったんでしたっけ。頼朝、どっちだっけ。吉川、吉本と親戚なの。ん、吉川、吉本、吉本って誰だっけ。あの、吉川なんとかっていう、あの、なんだっけ、武将だったか、義経でいいんでしたよね。対馬は行ったことあんの。対馬は、あ、対馬あったっけ。大学の時に合宿で行ったことあったのが、あれどこだっけ。あれは沖ノ島だったかな。あ、こっちじゃない。てか一方通行だった今。すみません、見てなかった。サムネに、いや、それ山口賢人ですって言ってるようなもんじゃないですか。あれ一通だったこれ、すみません、見てなかった。自転車はいいでしょ。いや、自転車覗くって書いてあったらいいんですけど、じゃなかったら本当はダメなんです。本当はもう何もないか。書いてたかどこも見てなかったです。でもこの黄色いガドレール好きだな。ガドレール慣れてきますね。北工事と親戚かどうかは私は分かんないです。調べたことなくて。三輪車ツーリング配信してる人少ないね。三輪車、それはトライクじゃなくて水道新作。あ、私も途中で今まだ止まってるんですよね。生活道路だから多めに見ろよ。今日角島行くの。もしも行きます。わら、新作面白かったぞ。面白かった。吉田ロイドって言ってもフロップマンさんの声だから他のキャラク、イカ役、自転車1 CRMO って書いてある。クロモイだ。フェザーコンポ、メーカーどこだろう。メーカーがフェザーなのかな。昼ごはんは自炊の。あ、ロードマン。乗り換えですかじゃない、デザインじゃない。いや、今のは使われてるやつでしょう。全然そんな捨ててある状態に見えなかった。うん、今人いましたね。頭の上にカメラ乗せるようになってから挨拶しづらい。ん、せっちゃり。さっきのダブルレバーでしたよね。黒森でした。あ、そう、元春と関わりがあるんだかないんだか分かりません。風化してますよね。聞こえてるんですよ、本当に。スピーカーで鳴らしてますから今。ステムマウント、ああ、
あのカメラの位置として体につけないのはやっぱ楽ですよね。私はこれこだわりでつけてるだけなんで。カメラの上に。ああ、そうそう、岩国です。そうです、あの吉川っていう名字は岩国多いらしいです。これも前も何度か言ってますけど、声を変える。今なんかカーボンアルミの ATV って書いてあったな。さりげなく通過。妙想店の隣が妙サイクル。あ、こんにちは。あ、そうそう、裏切った人ですよね。なんかあのママチャリかの今の修理してましたね。さりげなく通過しました。揺れ、ああどうですかね、細かい揺れは確かに少ないんですけどね。でもこういう揺れはどうしても入るから気をつけないと、かなり気持ち悪い映像になると思います。私のこれもどうなんだろうな、 GoPro の方をじっと見てたら。自分でもさすがに5分以上続けて見てないので、ちょっとお茶。ひどいですね。こっからもこっちに行かないと途中の川渡れないですよね。あやたか。でちょっと駅だけ見ていきます。おお、婦人自転車か。あ、これもなかなか味ありますね。長戸阿波野駅、彦島。さっきのフェリーが廃止になったっていうところですかね、彦島って。岩国って空港あったのか、岩国空港あったんでしたっけ。私は自分が見てる方向を見せたいっていうこだわりでずっと意地でもこの上に乗っけてます。それは私が自転車の走行感じゃなくて旅行中見るものを見せたいからなんですよ。ここは完全無人駅ですね。でもここも駅ね、しやすくはないか。周り民家いっぱいあるから。そう、今山口来てます。まあ、島根までもう新幹線と特急で来たんですけどね。そう、あれ伏線になってるのはこれ当然、あ、ですよね。すれ違いのために駅で伏線になってるだけですよね。あの格好で見えましたか。どこに、私横浜住みです。爆発クリニックってこれ病院。あ、眠気今日ないです、大丈夫です。あ、ダメだ、またこぼしてすみません。何今日4000メートル。はい、いや今の病院は生きてるんじゃないですかね。生き死にで言うのは失礼かもしれないけど、まだ今現役なんじゃないですかね。広島の宇部はセメントが有名だよね。宇部、そうですね、私もそのイメージがある。池は特殊だったと思うけど、コットイの手前ですよね、あの角島は。あ、こんにちは。今日は風が強いございます。天気いいけど。よいしょ。カーボン、国道行ってなんとか、あ、角島行きます。しばらく国道か。あれ、出ませんね。その常に荒れてるようなこと言わないでくださいよって、まあ最近怒りも嵐が何度かありましたよね。でもあのこの配信内容に本当に関わりがない、ただのあの長い文字列読み上げさせるタイプとかはそんなに精神的には来ないですね。あの配信内容を見た上で直にずっと
なんかしつこく指示されたりするような場合がかなり精神的には圧迫がありますね。数字嵐はどうもなんか手入力してるような感じなんで、本人もそれなりに苦労してるんじゃないでしょうか。リスナーの期待に応えて門島へ行くんだ。ありがとうね。いや、私は角島行きたいだけなんですよ。まあリスナーの言うこと聞かないってこと言ってるわけじゃないんですけどね。ご飯欲しくない日で。タケノコ嵐。豆腐の豆じゃないですか今のは。豆腐屋さんが今目に入ったと思うけど。今本州の。萩からまだ48キロしか離れておりませんね。一昨日泊まった萩。あ、それですか。ありがとうございます。それ？なんだっけ。野口豆腐店。やっぱ豆腐ですよね。あ、こんにちは。山口には、うわ、あそこの山の上にいっぱい、あそこの山の上にいっぱい風力発電の風車が並んでる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18本見える。あ、おはようございます。長田は戦艦ですよね、どちらかというと。春日ネタよりは。いや、それ年代によるな。年代と趣味によるな。あ、こんにちは。今の人はかなり5、60代の感じでしたよ。あの人は今日ずっと追い風だな。ちっ、あっちに向かってる以上は追い風だ。風量ですよね。電車ありますか。お、悪影響は低周波とかなんとかの話ですよね。イカ、イカがあるんですか。牛なのに関係ないな。あ、風、また突風が。あ、角、あれ、角島大橋までまだでも11キロある。ヘッドホンは、イカ風見てないです。あのヘッドホンは条例レベルの条例の解釈によって違法と、違法じゃない、なんて言うんだろう、条例違反となるかどうかは分かれるような曖昧な話なんですけど、ただ今基本的にそのそう、コットイまだあるんですね、11キロ。イヤホンの件は明らかにその大音量で鳴らしてて周りのこと全く聞いてない人っていうのを叩く流れになってて、でそれ以外も一律イヤホン全部叩く対象になってますよね。あの知恵袋とかで、知恵袋で自転車イヤホンって検索してみてくださいよ。あなたもあのすごいですよ。質問者があのこの片耳でもダメなんでしょうかって書いてるに対して、あの知りたいんだったらどうぞっていうコメントからいきなり入ってますから、みんななんでそんな、こいきなり喧嘩腰なんだよ。そう、いきなりそういうあの喧嘩スタートなんですよ、あの手の話題は。なので、まあ、死にたければどうぞとか死んでくださいとか、そういうレベルの回答が一番多いですね。ネタ袋、いや、音が聞こえた。虫また当たられた。あの聞こえてればっていうのは原則そう全部同じはずなんですよ。いや、自転車だから叩いているというよりはやっぱり叩くと気持ちいいからじゃないかな。チケット、変更してありますね。ヘルメット、あー、いや、それもな。まあ、という風潮が今、あの多分一時的なんでしょうけど、出来上がってるんで、あのスピーカーで鳴らすようにしてます。結構慣れてきましたけどね、これも。あの周り聞こえるっていう点を除いて、
耳当て、耳当て、ああそうそう、あれしてるとイヤホンしてるかどうかわかんないから、本当見た目だけで、見た目だけで注意しなきゃいけない警官側も大変だと思いますよ。こんにちは、坂上忍です。坂上忍さん、いらっしゃいませ。また記事の声がした。今秋吉台も記事がいっぱいいましたよ。あと秋吉台に向かう途中の山道の3桁国道も、なんか畑みたいな中に突然牛が放牧されてて、でその牛をなんかキジがじっと見てた。あ、ロードピスト、そうそう、さすがにピストを叩かれた時はドロップハンドルが悪いみたいな話にはなってないですよね。そこまで拡大可視化されてないんですよね。自転車です。そう、あと酒飲み、飲酒運転も私は酒飲めないから分かんないんですよね。どこまでが叩きすぎなので、叩きすぎで、どこからが実際に危ないかが、まあ、でも飲酒運転は本当一律で取り締まらないと、体質によって違うからもう規制しようがないですからね。自転車、それ自転車めでながら飲むってイメージですね。あ、お水に行きます。大阪はサスネとかあるから、ビールとカツオのたたきが合うわ。フリーハブでノーブレーキみたいな話になっちゃってたし、フリーハブでビールとしては神、あれ、この道ダメなのか。でも線路沿いなのに、一応ルートラボでも検索できたのに。行けそうですよね、道。海岸には出れないって書いてある。海岸に出られないのはいいんですけどね。無理だったらピストじゃないと思う。葉っぱと自転車は宇宙。海に出る人にとっては行き止まりなのか。行けるよ、よし、チャレンジ。行き止まりです。ダメだったら戻る。蚊と対峙するときは電気ショックラケット。これで大丈夫。あ、ラケットありますね。フリーハブでノーブレってどうやって止まるんだろう。チャレンジ。試しに行ってみようか。行き止まり確認と言ってあと引き返せばいいだけだし。チャレンジ。よいしょ。準備多分必要です。チャレンジングタイムです。唐沢アゲハだか長崎アゲハだかが。地図では道ないよ。え、道ない？大丈夫だって。笑。なんか藁をつけると、藁がついてると、うお。え、これ本当にこんな。この道だよな。あれ？いきなり違う。あ、すいません。ですね。入るとこ間違えた。間違ってます。ちょっと行き止まり確認しようかと思ったけども、ちょっと今日時間ないからやっぱやめとこう。一個間違えましたね、曲がるところ。こんな感じの道だと思ってたんで。MQ ありがとうございます。やっぱり必要だったか。アップダウン的になんかおかしいなと思ったら、あ、さくらんぼだ。1分後に焼けれました。そうですね、チャレンジ失敗。もう一個先で右ですね。よくあること、よくあること。あれ、どっちだって今書いてあった。うん、行けるとこまで。いや、すみません、ちょっと今日余裕ないので。でも今回の旅行毎日行ってますね。ま、余裕がないって。お、今地図がすごいところ走ってる。地図が細かいネタが。ここら辺なぜか航空写真の方が詳しい。いるのかな。あ、いそうだな。ベリーの家って書いてあります。ベリーって書かれるとひらがなだかカタカナだかわかんないですけどね。ベリーの家っていう名前が面白いなと思って。鎖が中に伸びてるから多分いるんだと思いますけどね。ダメか。ちょっとか言ってもダメだ。脳に入ってないです。反対側にはで、これ
言える。ベ、ベ、あれ？なんて書いてあるんだろう。ベレア、BEREA って読めるけどな。それでベリーって読むのかな。チッチッチッって感じで、あの舌鳴らすのは、私はあの動物を呼び寄せる声としてなんか使ってるんですけど、それで来たことは一遍もないです。猫も来たことない、犬も来たことない。どちらかというと手のアクションの方があの重要ですね。もう一本先の道だよ。もう一本ですね。やめろだけ。ガンガン。どういう犬か見たかったんですけどね。イメージではビーグル。勝手なイメージで。わ。うん。入ってこない。先輩ムツさん。あ、ムツゴロウさんか。いやあれ、ムツさんってムツゴロウさんじゃないでしょ、あの人は。つまりこっちでしたね、回る道は。ご飯、あーでもご飯って確かに、あの人間の声でご飯と言われるのに反応するあの飼い犬なり飼い猫なりはいるんじゃないですかね。野営料理はそうですね、そろそろですね。どっかあのトイレとか水が流せる場所がある公園があればいいんだけどな。おー、またいい場所だ。この辺ならどこでもちょっとあのパスタのお湯捨てなきゃいけない。おーじゃない、そうそう、麻雀強いらしいですね、あの人。そのパスタの茹で汁を捨てなきゃいけないんで、どっかちゃんと水が捨てられる場所があるといいです。なくてもまあそこら辺のあの側溝に捨てても別にそんな害にはならないと思うんですけどね。少なくとも側溝がなきゃいけない。茹で汁は私飲んでないですね。最高の、あでもこっちの道じゃないんだよ、高校は。あっち行ったらダメかな。ダメだ、山の中に消えてるあの道。将棋は全然良くないです、麻雀も。というかあれはなんか歩道みたいな荒れ道なとこ通みたいなとこ通って、さっきの国道に合流してしまいますね。セカンドネーム、自分の名前だと思ってるのかもしれない。あ、本当だ、線路。コンソメ、あ、コンソメ持ってきてますよ。あの料理、温かいというか暑いぐらいです。あ、海浜公園。風さえ防げればそこで。タラコスープ、タラコスープスパ？タラコの存在感がちょっと薄くなりそうですけどね。ああ、綺麗。こっといそう。100メートルぐらい標高あるんですよ。もしもあと10キロぐらいですよね。いい、海が見えた。あ、いいね。いいですね。ここまでいいとは思わなかったな。もうちょいなんかシャドウっぽいシャドウだと思ってたんですけど、意外といいですね、予想以上に。真夏に来たらもっといいかも。真夏はでも暑いだろうな。海だ、今来たロボさん。お、今来た人、いらっしゃいませ。曲がり具合がいいよ。ん？曲がり具合？夕日、ここだと見えるかな。どっち向いてるんですかね。あ、見えそうだ、確かに。おお、すごい。バイカー、あー、釣りと、あれは単なる海遊びの人たちかな。去年来た時、そうそう、見本見すみってとこで。透明度、水自体はそんなにむちゃくちゃ透明には見えないんですけど。グリー、いや、グリーは何でしたっけ、携帯、モバイルゲームでしたっけ。その手のやつにはまだ手出したことないです。ここで、お、16の夢旅ってなんか、16の班みたいですね。水に、波打ち際まで。北の高速道路だ。
砂浜的にはちょっと SPD きついかもしれんけど、ちょっとだけ海近づいてみるかな。それ一点確かにやってみようと思ってたんで。しないの。今日はもうちょっと進まなきゃまずい。ピョンヤング。入りません。よいしょ。この海藻の匂いがやっぱ強いな。ジャカジャン。しないしない、突入しない。何々してみては本当に生放送で多いな。これは何ですかね。あれ、これは昆布じゃないかな。昆布、これ昆布ですよね。教えてみて。あ、電波きつい？あのコンクリで塞がれてたの。田村純、誰？カッパもさらわれた。しかし膝のお皿はスペアだったのだ。なんでそんなに良くなったんだろう。 FM レギュラーかな。昆布、自然の浜、そうですか。あ、来た。あれ通信、今この中に入ってるから、そんなにこのコンクリごときでどうこうなるとは思えないんですけどね。また戻りましたね。これで今海岸沿い行ってきたんですけど、映りませんでしたか。海辺まで降りてきましたが、カニ、来た来た、下手多いな。てか、なんでこう見て、台風の後、あの先っちょの出っ張ってるのが、あれが俵島かな。こっちから見ると全然俵じゃないけど、島のあっちから見ると俵に見えてるのかもしれない。何音です。沖縄もっとなんか嘘くさいですけどね。沖縄はなんか砂が違いますよね。汚い。サンゴはないと思います。多分これフォーマです。気をつけて。ありがとうございます。そう、聞いても向こうになんか家族連れみたいな、子供がいるからなんか遊び来てますよ。私の方がいつもその手のこと言う人、ありがとうございます。今来た人いらっしゃいませ。さて、これちょっとうまくこうやって北朝鮮が妨害電波出してくる。また読み上げが接触悪くなってきた。音が少年と違うことはわじいかる。さすが100均、これもいないよね。やばくなってきた。 PC 出した途端に海きれいです。この声はスピーカーです。何ロング？あ、UL ロング、ウルトラライトロング。今これで読み上げは
か繋がってるかな。いや、スピーカーじゃなくて多分ケーブルだと思います。あのオーディオ延長ケーブル、普通のあのミニジャックだけ、マイクロジャックだけ、いわゆる天然の。危なっかしいな。本当に100均見つけたら買っとかないと。電波大丈夫みたいですね。橋はまだです。ヘッドセット、うーん、うーん。舐めてみて、あれかな、正規表現でアスタリスク見てっていう文字列を全部禁止しとこうかな。わあ、今、ああ、取り損ねた。GoPro には映ったけど、なんか今変わった模様でしたね。なんかラッピング列車みたいだった。ああ、撮れなかったです、写真は。GoPro から切り出す。ああ、逃した。あのなんかですね、薄緑色で、あの白緑色で、なんかいろいろ書いてあった。あっちのしない。すごいな、この道でも本当に。ここまでの道とは本当に思ってなかった。あ、で、なんとか公園があるっていうのは、道ですね。3時間。めったに見られないのに。しかです。あ、でもこの先また海岸線から離れるな、この道。ああ。日比谷線じゃない。しかし風の音のせいか、近くに来るまで全然音が分かる。お、船虫。っていうのはあの嫌がる人向けにわざとやってるんですけどね。そう、ゴキブリコンパチですよね、あいつらの動きは。あいつらがあの密集してるところを足 の近くを足でドンってやると、あの小さいやつほど同心円状に残るんですよ、足遅いから。船虫。道が怪しい。どっと、うわ、怪しい。ちょっといきなり危ない感じになってきた。え？道、いや、なんですかこれ。なんだこれ。家に。海の。やつら食えるんですかね。これから内陸ですよね。ここも確かどっか急勾配あったような気がします。で、あの自炊できそうな場所がなかったな。しかしここは風が来ません。はい、続いて。抜けられる、大丈夫ですかね。ここまでなるとは思わなかったな。さっきも言ったけど。すごいな。撮影。うん、おお、あのちょっといいですね、こういうの見えるの。ジャングル。沖縄でもなんかどうだろう、こういう道はあるかな。うん、地図だとルート検索では出たんですけどね。うわっと。あ、いってらっしゃい。なんか笹が両側から茂ってきてて、道が負けかけてるんですけど。おお、先生、そう、グーグル先生。1号線にの合流しますよね、この後。この後じゃない、この後。なんですかね、これ。台風かなんかで倒れた後？そう、あの、GoPro のレンズに当たるとやばいんですよ、今。あの、内側のレンズ剥き出しなんで。ここはどこでしょうか。パンク気をつけてね。パンク、お。バキバキ。両方と人通らないんだな。
本当人通らないですね、これ。そう、もうちょっと早ければここで見られたのに。マムシ大師、マムシ大師って安清みたいですね。線路来た。ここでロボが遭難するというオチです。そんなすごいとこ走ってるな。南国の風景。この側溝の蓋も草が出てきてるってことは踏まれてないんだ全然。わらわら。ここで昼食なら誰も来ないから安心。ここで昼食。わら。まむしいまむしい。今の時期は虫がいなくていいね。もうちょい脇に幅があればな。やすしきよし。嘘つけ嘘つけ。いや、これ読んだら塩しんま、塩しんま、宮川なんだっけ、何花子だっけ。ああ、これ日に当たる。ちょっと、いや、ここは合ってる合ってる、大丈夫です。どっか、どの時代、私も小賀の里山、あの時やばかったですね。身体極まるところでしたよ。野生の山口、ちゃんと道あるんですけどね。下こんな、廃屋っていうか小屋か。そうでしたね。ああ、これも使えないな。中にちょっとあの草が。使えない。地図なんて飾りですよ、お偉いさんには。園長ってだったっけ？村の園長来ました？来てないですか？公民館で料理作って怪しまれるより、問題、ここで実際。いや、今のところ、ちょっと腰下ろすの厳しそうだったんで。来てますかね？来てるかどうか、これじゃちょっとわかんないな。これが宿か。一応来てたみたいですね。さて、じゃあ大西蛇に気をつけてね。ちょっと待って、これで今読み込みが大丈夫、読みが大丈夫か。蛇掴んだことは何かの時にあったような気がするんですけど、覚えてないな。なんだっけ。なぜか電波の状態だけはいいよな。電波の。てか、なんで電波あるの？ここ。ここも国道の少し近くだから。だと思いますけどね。夜か。ここって旧道なのかな？これ旧道じゃないですかね、多分。使われなくなって久しい感じ。あいだって、わらわら。うわ。寝てみませんか。テント。基地局があるな。基地局。多少車が通ってるみたい。少しは車来てそうですね。あれ登るんじゃないのか。ここら辺でいいんじゃね。この辺なんかその横の方に出っ張った離合箇所みたいなのがあったらちょうどいいんですけどね。風もこの辺りだと遮られてそうだからちょうどいいんだけどな。そう、離合のためのなんかがないもんですかね。お、畑？山陰放送が見れるか実験。何を探してるの？この先に。あ、自炊しても問題なさそうな場所探して。おー。山手は国道。ロボットさん、これはいい道ですね。いい道ですね。長く落ちないでね。これ何の花なんだろう。眠くなる、ね、それはそれでいいんじゃないかな。見てしまいましょう。タケノコ途中でさっき見ましたよ。伸びすぎて中身がなんか先端が折られてましたけど。進化、そうですね。いや、読み上げが、読み上げが。死にかけてる、死にかけてる。これでどうだ。すごい菜の花。飯まだ。飯もうすぐ。こんにちは。こんにちは。自転車で出かけたら日焼けで大変な
日焼けでなりますよね。日焼け止め塗った方がいいですよ。あの色白を保つためじゃなくて、焼けるのは焼けるけど急激に焼けないようにした方がいいです。もうちょいなんか、ちょっと傾いてるな。パスタ茹でる場所を今探してます。私お腹まだそんなには空いてないんですけどね。朝ごはん、朝ごはんも2杯食べてきたし、読み上げが、あの、えり好みしてる間に、まあまあでもしばらくあるな。どこだどこだ。今手探りでスピーカーの青、青。とみちゃん拉致された。部屋でも足りに出ます。笑。あ、ここも広いな。ここにするか。ここだったら、でお湯捨てる場所は、まあそこら辺の溝に巻いたら大丈夫かな。枯れたりしませんよね。でも塩水巻いたら枯れるか。でも竹だから強そうだからいいか。うん、自炊装備持ってきてます。自炊装備。ここにしよう。うちの子いそうだぞ。マムシ。じゃあここで。電波もあるし、おしっこは今しなくても大丈夫です。ちゃんと。ちゃんと。着替える。ああ、これいろいろ出さなきゃ。食器までたどり着かないな。無駄に盛り上がる自炊放送。焚き火もたくさんあるね。焚き火も、あ、そうだ。入れる具全然ない。カメラ。サイドバッグですよね。ここだったら多分、その入る、この中に入っていく車っていうのはこの竹が出っ張ってる以上もう相当長いこと来てないと思うので、来るとしたら人が歩いて入るだけだと思います。山道でたらこパスタ。食事今から作って食べます。竹の子におかずがたくさん。ボンベの残量いくらでもありますよ。ですね、こんにちは。そう、ここで昼飯。竹で。お、いってらっしゃい。よいしょ。あ、石を払ってました。初見さんいらっしゃいませ。何やってるか分からないでしょうけど。山火事に、そうですね。それは絶対に。船もよし。これと、飲み物は、昨日の残りのお茶と、あ、でもそんなないな、そういや。茹で汁のためのヤブの、いや、ヤブの入り口です。どこかというと、ここです。こういう感じのとこに、あの椅子、折りたたみ椅子を立てて座ってやろうというところです。道端のなんか山の方に入る道らしき道かどうか怪しいので、ここだったら人入らないだろうなと思って。人んちだったらどうしよう。いや、これ車も入れないですよね。人が歩いて入ることか。川トンボというか、あの体が細くて羽が茶色のあの綺麗なトンボだ。あれ大好き。体があのエメラルドグリーンで光ってるやつ。登山道、これが撤去されてないんで。
さて、獣洗い中。たらこパスタは茹でて、ま、あえるだけだから皿があればよくて、あとは、大丈夫かな。ちょっとあのお湯だけ沸かさせてもらいます。ハイリドブル。時間は多分今のところまだそんなに厳しくないと思います。じゃあですね、適当に角度合わせてやるか。ワイルドセブン、漫画で読んだことあるぐらいかな。ちょっとこれ撮影角度が難しい。本当に山火事は気をつけます。タケノコよいしょ。これで見えますかね。こんな感じでいかがでしょうか。ちょっと今画面確認してないんですよ。確認するか。 OK。 ちょっと問題があったら教えてください。そこはちょっと読み上げが今聞き取りづらいので、しばらくは無視してやらさせてもらいます。とりあえずお湯沸かし始めるまでは。見えるようにして。イケメンか。スタ、学生さんですか。こんな装備を持って走ってたのか。もし、なぜか光的にかっこいい映像になっているぞ。わらわら。の、学生です。サラリーマンです。いいケツだ。竹富士ダンス。わら。大山男の料理だな。会社行くか。熱号。パスタ。いい。料理開始。40過ぎた学生風のおじさん、こっち見る。あ、本当にまだ食材置いたままだった。食材。よいしょ。日向に置いて干しとくというつもりもあって、そっちに投げ捨てました。たらこスパ、たらこ。
瀬戸内レモンミックス。あとお好み焼きパン。お好み焼きパンは、茹で上がる前に。すみません、やっぱりよく聞こえないな、ここからだと。麺増量でございます。女性研究これ PC から鳴らした方がいいかな。ちょっと PC 動かすといつ切れるか分かんないんですけどね、読み上げが。焼きそばパンで。カメラ、お好み焼きパンだっけ？野菜ずらっと並べたい。スピーカーに絡むとくか。焼きそばパン、もうちょっと近づいてもらえると、よしゅうになるか。近づく、ダメだ、下手に動かせません。焼きそばパン。少年の心を持った男アピール中。男アピール。綺麗でしょ。
メタリックグリーンですよ。イエスドラゴンフライ。トンボ本当綺麗なんですよ。トンボかっこいい。トンボ好き。ツイッターに食べてない。あ、そうですね、はいよ。うん。ん？トンボそうですか？ほうほう。七不思議はいても多分見つからないと思う。やつら本当に本気で似てるから、あの枝に。もうなくなった。やっぱりバッテリーちゃんと充電できてない。もう一個はへたり気味のバッテリーなんで、いつなくなるかわからない。こっちは多分充電ミスしてたからだと思います。4分の3しか充電できてなかったんで。どうだろう、確かにあと何時間持つか分かんないですね。下手したら3時間ぐらいで切れるんじゃないかな。あそこのバッテリー、どこのバッテリーですか。さっきからこのバッグに地面に置いてるせいで。あー、ありが、ピーシーにありが。ピーシー食うな、ピーシー食うな。後ろ。でね。ありが高いですね。大学の時からの頭だからで、ね。劣化激しいです。塩も入れてない水ですけど、これでスパゲッティ茹でます。あ、燃料電池。会社？会社？今日おらずに行ってみようかな。おらずに。アルデンテです。アルデンテが一番重要。ゆで具合が一番重要。疲れ沈め。なかなか沈まない。バスタブは
進め。早く。また通過していった。また列車が通過しました。また見逃した。で、7分待ち。これサラダに対してドレッシング多分足りないな。テーブルもないです。今は増えるんですか。通過しなさそうなんだ。じゃあ先にサラダの方いただきます。第一、ドレッシング半分残してます。ドレッシング、いや、サラダがまだ野菜半分残ってるんで、これに半分しか乗らなかったんです。そう、野菜食ってるって言い訳しないと。なんかシタンとかなんとか書いてありましたよ。100均で買ってきたお箸。そこも竹一本茹でますか。早く茹でしよう。装飾系ロボ、野菜中学生、近くにタケノコありそうだね。タケノコは実際、あ、でももう竹になってんじゃないですかね。タケノコといえば春。痛い。あ、タケノコはあの悪抜きしないと。ここで近くの農家の人が果物差しで分解したい。タケノコの里。ここで腹壊すと予定なく。でも本当に車来ないですね。全く通らない。すごく痛い。いや、今日はあの昼寝は多分しないと思います。今日は眠気がないので。絶好の場所ですね。うん。なかなかいい。テーブルがあったらもっと良かったんですけどね。
影もない。心霊スポット、真っ暗ですよね。パッとあと1分半。バイクの音がしたけど、海岸なら若手がいっぱい転がっていたのに。なんかねえな。絶えない。バス様だ。バスとあと50秒。悪い噂が流れすぎてますね。ハワイなんてこいないですね。夏になったらもっとひどいと思いますよ。まあ、タピーシにアリが入り込んでないか心配だ。なる？完了。お湯してます。完全に水なくしてしまうとすぐにパサパサなりそうだから、どう思う？あのコメントするとそれをまた向こうに伝えて、またなんか変に悪い関わらせ方しようとする人がいるから何も言いません。トッピングって書いてある。海苔とは限らない。レトルトじゃなくてもうただのペーストです。できた。あ、アリアリ、アリ、はい、完成。見えますか？見えない。オートフォーカスじゃないからな。ドリブすると知らない。あ、これ知らますわ。どこから登ってきたんだろうな。いただきます。
あるいはまあ入り込まれるとちょっと苦手ですね。潰してしまうから。うん。ラジオ空港の。うん。うまい。さっきパン食ったから大丈夫です。なんか竹がうるさいです。竹が風でうるさい。やっぱ強いですね。サロックパスタはスープと違って後片付けは面倒ですね。ちょっと湿り気持ったティッシュで拭かないといけない。スープだったら本当に拭くだけなのに。洗えないので拭くだけですよ。ああ、ファン。うん。後片付けまで考えてスープパスタが一番いい。と思う。あとスープマカロニとか。ワイルド、ワイルドアピール。スープ？あ、そうだ、コンポタスープがまだあったんだ。忘れてた。ガス切れ、あれ面白いネタになりましたね。ちょっと我ながらこだわりすぎて変なことになったけど、あれはネタとしてはかなり良かったと思う。狙ってやってないところが多分かぶってる。ごちそうはないですね。ありがとうございます。
然全然。綺麗になった。もうあとは拭くだけで。ちょっと残りを全部食べました。表面残ったものも。ちょっと黒りました。風が強いですよ。ふわふわしました。ちょっとふわふわしました。レロレロレロ華僑院か、レロレロ。お腹配信は、いや、帰ってから、数日経ってからじゃないですかね。ファイルの整理がつかないので、まだになった。待って、撤収。お皿洗い配信はイギリスでそういう配信ありますよね。イギリスの BBC で、 BBC じゃないけど、お皿洗い放送よくされてますよね。プロ配信は誰かあなたがやったんだっけ。セクシー配信は嬉しいですよね。いいですよってか、普段そんなにしてないけどな。投稿してるからっていうのもやっぱあるかな、まあ、ホームページ時代にもネタにはなるので。そうそう、皿を。今日は夜、あ、でもこれバッテリーが切れるかもしれないです、途中で。今更おはようですか。ちょっと
はようございます。じゃあちょっと荷物片さなきゃいけないので、今日までには実家に着かないです。突き落としました。詰め直せば詰め直すほど入らなくなる。びっくりした。車が通ってびっくりした。超えてなかった風音かのせいかなんかで。パッキングの法則、ビビるロボさん。
鳥の心臓。びっくりした。あと一瞬配信機材が踏まれたかと思いました。びっくりした。ダブルクマが出たのかと。確かに向こうもびっくりしたと思う。笑。君たちも外に出てきたら暑いよ。全然入らない。すくい、今日はみんな半袖。いい、ドコモの昼寝試合終わり。ドコモのしちゃう？わら。半袖の方がいいよ、外に出る人は。おかしい。ドコモの日なの、わら。ありがとうございます。なんで入れなくなるんですかね。途中でなんか破裂して落ちそうだな。じゃあお待たせしました。カリは大丈夫か。カバンから出してしまうとなぜかトントンで閉まらなくなる現象。まあなくなる。しばらく。不思議ですよね。スカイホテルのシャツだよ。ビリ。スカイホテル。なんとかスカイホテル。実況がつながらないんだけど俺だけ。うん。よし。じゃあこれで。バッテリーは今どうなった？ああやっぱりもう半分。外部バッテリーが。5分？パソコンはまだ大丈夫ですね。全然大した暑さじゃないです。あ、初見さんいらっしゃいませ。山口県は入ってます。今は下関市に入ったとこです。下関市のこれは町道かな、どっかの道です。あ、要領ありがとうございます。そういえば意識してなかった。9時スタートだったから夕方4時ぐらいまで大丈夫なはずなんですけど、現在の残りはあと3時間ありますね。残り3時間フグパス。そう、山道、一応地図に道が出てたんですけど、予想以上にすごい道でした。しかし荷物なんでこんなパンパンになるんだ。増えてんじゃないか。なんか、あ、今通信できて、いや、止まった。
FMLE かな。バッテリー買い替えないとダメですね。バッテリーまた買うのか、4つ目になるな。1枚瓦買って自分で蕎麦焼きますか。いや、今行ってるはずですね。来た来た。来ました。ポタファイがなんか今影になったのかな。ゼロだとか、瓦焼きか。今 OK ですかね。 OK ですよね。もちろん OK ですよ。よし、じゃあ行きます。ごちそうさまでした。お邪魔しました。また切れたかな。ゴミを溶かないようにボツ。おおお。ゼロワク。どこだどこだ。うなってる。アリは除去した。アリ除去しました。どこだ？どこを動かせば繋がるんだこれ。バージョン落とせば。一人がコミュニティに参加しました。大丈夫かな？大丈夫かな？あと車だ。記念日立てていかないの。記念日立てていかない。ん？何食べた？厳しい。国道191号線の旧道ですかね。旧道ですね。一番下。ロボさんも今回の更新は解約だと思う？更新、いや、あまり分からないですね。一つには船虫がびっしり。船虫が。イカ略。あ、ただゼロにするとニコ生かな、ニコ生コメントビューアーがでコメント取れなくなります。うん、よっしゃ、よし、つながった状態になった。うん。だらけです。うん、アカウント設定の一番下ですね。ですね。昼食も出発、再出発ようやくです。まだ1時前か。よし、まだ 3,40 キロは硬いな。午後5時間ぐらい使えるんだったら。生放送だと原宿に戻すボタンないね。生放送だと追加されたのか。運営側としてはちょっと、まあ、かわいそうですね。ここまでいろいろ変えときながら。